皆さん、そして神戸が気になる皆さん、078ニュース脇浜のり子です。今回は画期的、いつでもどこでも最高のサウンドを、日本初の自転車牽引型のサウンドシステムについて迫っていきたいと思います。それでは078ニューススタートです。神戸の気になるニュースを映像でお届けする078ニュース。あちこちに散らばっている神戸の情報の集約点を目指してお届けしてまいります。ではコメンテーターを紹介しましょう。神戸ジャーナル編集長の大橋和馬さんです。大橋です、よろしくお願いいたします。します。元気ですよね。元気ですね、だんだん元気なくなってる気もしないでもないですけど、元気です、元気です。上げていきます。上げていってください、お願いします。はい、そして神戸市出身現役大学生の太田双葉さんです。はい、関西大学の太田双葉です、よろしくお願いいたします。お願いします。今日特集ではね、ちょっと珍しいものを紹介するんですけれども、はい、まあ、最高のサウンドということなんですが、ちなみに双葉ちゃんの今の大学生って、その踊りに行ったりとかそういうのはあるんですか？踊りに行ったりですか？音楽を聴いて体揺らすとかそういうことは。コロナ前とかは、コロナ前とかは結構音楽を聴きに行って、友達と、まあ、踊るじゃないけど、まあ、聞きに行って乗ったりとかして、クラブね、いや、まあまあそんな感じの、行ったりはしてたんですけど、今は行けてないですね。今はね、はい、ね、はい、まあ、でも学校の授業でダンスあるよね。あ、私ないです。なんでよ。あれ高校の時だよ。あ、高校の時はあります。高校の時はあります。だからダンスを学校習ってるから、だからなんかありました、ありましたよね、創作ダンスとか。私それで神戸市大会優勝したんですよ。そうなんです。だからちょいちょいマウント取ってくるの。そうですよね。中学時代にね。中学時代に、はい、優勝したんですよ。そうなんですよ。ちょっと音楽に合わせてね、体を動かすというのは得意な、じゃあ双葉ちゃんにじっくりですね、はい、今日の特集注目していただきたいと思います。私脇浜のり子が神戸ジャーナルを中心に気になるニュースをピックアップするニュースレビュー神戸。今回一つ目はこちらです。神戸ジャーナル6月23日掲載、飲食店で最大 20% 戻ってくる神戸市飲食店キャッシュレスポイント還元事業、8月1日から9月30日 PayPay での支払いが対象。記事によりますと、神戸市内の対象飲食店で PayPay を利用した支払いに対してポイントを還元するキャンペーンが8月1日から始まります。還元されるのは決済金額の最大 20%、 付与上限は5000円です。 PayPay 支払い方法として PayPay 残高、Yahoo カード、 PayPay 後払いでの支払いが対象で、ヤフーカード以外のクレジットカードを PayPay に登録しての支払いは対象外なので注意してください。不安がある人のための説明ブースの設置も7月中旬から始まります。市内12カ所に1日ずつ設置されるそうです。はあ、大橋さん、これは PayPay だけですね。そうですね、この中での、感染対策をした上でのこの経済対策というか、っていう側面もあるかなというふうには思いますので、これまでその現金商売をしている業種っていうのは、なかなかこう、なんていうんですかね、IT が入りにくかった業種でもありますので、コロナが始まってから多少こう勢いづいているところはありますけれどもね。なるほど。双葉ちゃんもこういう、なんていうの、電子決済っていうのかな、使いますよね、キャッシュレス。実は使ったことはなくて。あれ？そうなんですよ。でもこれ見て、参加した時になんか説明ブースが設けられるってことだったので、すごい安心して使用できるなと思ったんですけど、その使ったことがない。キャッシュレス、使ってない。周りのみんな学生さんも友達は使ってます。あ、でもそういうところあるもんね。そういうところある。タマちゃん、なんかいろいろ表彰されたり結構すごいんやけど、キャッシュすごい。なんか理由はあるんですか、キャッシュレス決済を。あまりもしてないとかね。
信用してないっていう。いや全然そういうわけじゃなくて、あの、うちの母とかめちゃくちゃキャッシュレスなんですよ、うん、でも私あのキャッシュレスになっちゃったら、あの自分に手元どれぐらいあってどれが出ていってるの か、なんか感覚が分からなくなってしまうから、うん、あのキャッシュレスにはまだ手を出してない状況です。おなんか大橋さん、これ意外な展開ですね。まあ、あのクレジットカードと、まあ、ロジック的には一緒ですよね。あ、まあ、後払いみたいなところがチャージするタイプのやつもあるんで、そういうのも、まあ、いいかなと思いますし、うん、あと人のこと信用するっていうね。私信用してないみたいじゃないですか。信用してますよ、信用してます、ペイペイのこと信用してます。信用してます、信用してます。まずそこからですね。人を信用するところから。いや、なんかもうペイペイで割り勘とかもう普通に学生さんとやってると思ったんですけどね、うん、います、います、います、うんうんうん、あの私はなぜか友人も現金の子多くて、うん、そうなんですよ、たまたま。なるほど、じゃあ若い人だからみんな使ってるってことでもないんだな。なるほど、それはちょっと、はい、認識を新たにしておきますが、こちらはですね、一つこれですね、ヤフーカードのクレジット払いじゃないとダメっていうことなんですかね。まあ、あの不安がある人はその説明ブースというのが設けられるということですので、まあね、上限5000円まではもしかしたら返ってくるかもしれないということですから、うん、はい、興味を持って、この記事の中に、ちゃんとどこで説明会があるかというのも書かれておりますので、ぜひ見てみてください。ではもう一つ気になった記事です。こちらです。神戸ジャーナル6月19日掲載、ネスタリゾート神戸で3つの水アクティビティが夏限定で始まるみたい、ウォーターシューターで打ち合える新エリアも登場。記事によりますと、大自然の冒険テーマパークネスタリゾート神戸が夏限定で水を使ったアクティビティを3つオープン。大自然の広大なプール施設ウォーターフォート、ウォーターシューターで打ち合える新エリアスプラッシュサマーゾーン、ボール型アトラクションのキャニオンドロップの3つだということですね。プールの入場者数は3000人に限定されるなど、新型コロナウイルス感染症対策も行われてということですが、大橋さん楽しそうですねこれ。あの、うん、そうですね、まあ、コロナ禍ということで夏の楽しみ方っていうのが少し限定されてるような、うん、あの状況ですので、うん、まあ、対策をしながらあのこう水遊びができる場所ということで、まあ、割とというと、まあ、貴重な、うん、あの場所かなというふうに思いますね。うん、ね、ネスタリゾート神戸、最近あの CM なんかもよく見ますけど、私実はまだ行ったことないんですけど、うん、いや、一回行ってもらったらね、あのこうなんていうんですかね、落ち着く、落ち着く、マイナスイオン、あ、マイナスイオン、うんうんうん、普段言ったことないですけど、あのバーベキューするところもありますしね、うん、あの、まあ、いろんな楽しみ方ができると思いますね、うん、あと家族連れ本当に結構多いんですよ。あ、なるほどなるほど、うん、ふたぶちゃんは来ました？いや、私はあのグランピングでしか行ったことない。グランピング、はい、いいじゃないですか、グランピング楽しい。そうなんですよ、うん、バーベキューしてお肉食べたんですけど、うん、あのそうですね、アクティビティの方は行ったことがなくって、うん、実はあの行きたいな行きたいな思ってるんですけど、ちょっとこれを機に友達と行ってみようかなと思います。ほら、透明なあのボールの中に入るやつあるじゃないですか、うん、あ、 あれめちゃくちゃ楽しそうじゃないですか。あれなんかね、いろんなところで、うん、なんかあるような話を聞くんですけど、うん、やったことないんですよね。ないコロコロコロって多分こう斜面を転がったりできるんじゃないのかな、うん、それが楽しそうだなと思うんですけど、うん、2人で入れるんですね。そうそうそう、確かにこれはあれね、キャニオンドロップという水系のものですね、はい、全身で転がり落ちていくボール型ライドアクティビティだそうです。うん、楽しそうだな、なんかちょっと水遊びしたいですよね、うん、なんかこれをウォーターシューターで打ちまくるとかね、確かにちょっと気晴らしをしたいなという感じが、うん、夏を感じたいですね。はい、はい、ということで、ネスタリゾート神戸の水アクティビティのニュースを取り上げました。以上、ニュースレビュー神戸でした。ここからは今日の特集です。取り上げるのは日本初の自転車牽引型のサウンドシステムです。ゲストご紹介します。神戸電子専門学校教育第二部デジタルサウンド分野サウンドテクニック学科長の吉原達夫さんです。
神戸人専門学校吉原です。よろしくお願いします。お願いします。なんかちょっとスポーツマンみたいな感じにも見えるんですけど。ありがとうございます。ね、でも吉原さんは078神戸ミュージック部門の運営委員もずっとやってくださっているということで。はい、お世話になっております。はい。まあだから音楽めちゃめちゃ好きってことですよね。そうですね。はい。はい、ですよね。はい、ということで、さあそしてご紹介いただくものがもうここにあるんですけど、自転車、これで実際今日ここまで持ってきてくださったんですか、引っ張って。はい、自転車で、引っ張ってまいりました。はい、はい、うん、汗だくになりながら。そうですよね、そうですよね。この季節はちょっと汗だくになるんですね。ね、はい、これちょっとまあ今組み上げてもらってますけど、こう箱に収まった状態で自転車で引っ張ってるってことですね。はい、はい、そうです。まあ、今この上の箱がぴょんとこう棒にくっついて乗ってますけども、これも全部この中に収まるようになってますので、はい、ちゃんと格納されるということですね、はい、え、大変じゃないですか自転車で引っ張るの。そうですね、うん、周りの友人からは電気自転車にした方がいいっていうふうには非常に。そう、確かにそうです。そうですね、なんかふくらはぎたくましくなってきそうな。そうですね、まあいずれそういうふうにできればいいかなと、うん、なるほどなるほど。何キロあるんですかちなみに、うん、これ大体120キロ前後、結構だ、神戸ね坂道それこそあるんで、うん、そうですね、結構ね、はい、道選びながら、はい、帰りがちょっと辛い。ああそうですよね、はい、行き週は結構坂道でこう下りで感じなんですけど、うん、頑張ります。でもまあ今組んでもらってますけど、はい、そのまあ箱の中に入っている状態で、はい、今ここまでの状態にするのにどのくらい時間かかるものなんですか。はい、うん、まあ、蓋を開けて棒を挿してスピーカーくっつけてケーブル挿して電源入れればつくので、うん、もう5分以内には組み上げることができます。はー、はい、5分以内でできる、ちょっと考えられないですね。え、だってね、私たちテレビとかこういう配信の世界でも機材持ってきていろいろやろうと思ったら結構かかりますよ時間。まあ、だから撤収も非常に早くできますので、うん、お一人でできるいけますということですよね。はい、あ、なるほど。でね、そもそもどうしてこういうものを作ろうと思われたんでしょうか。僕、まあ、音楽が好きで、まあ、非常にいろんなイベントも遊びに行かせてもらって、うん、でやっぱり野外で音楽聴くのが非常に気持ちいいなと思ってまして、うん、で実は構想的には10年ぐらい前からこういうことができればいいなとは思ってたんですね。で、まあ、当時その10年ぐらい前の時はそのまだポータブル電源というものが世の中に存在してなかった で、その発電機、うん、だったんですよ。で発電機を自転車に組み込んでてなかなか難しいっていうのもありまして、でそれがそのポータブル電源が1年ほど2年ほど前に出てきて、でそしたら使えるなっていうのがあって、で、まあ、このスタンドシステム自体はちょっとパワー、この中にサブウーハーっていう低音があるものが入ってる、まあ、ここの網の部分があるんですけど、ここが低音が入ってるんですけど、まあ、結構それなりのパワーでもポータブル電源で鳴らせるってことになったので、あ、じゃあもしかしたら自転車で運べるかもしれないということで、非常にちょっとお世話になっているその方に相談させてもらって、うん、じゃあ一緒に作ってみようかなって、うん、なったのが家庭かな。あ、だから構想は10年前 で、はい、でそのやっぱ電源なんですね、ポータブル、ね、ポータブル電源が、はい、まあ、世の中でできたからという。そうですね、そこが大きいということです、はい、なるほど、すごい今なんかなるほどっていうのを、はい、謎が解けたっていう感じになりましたけど、はい、で構想10年で、はい、このなんていうの、開発というか、はい、作ってしまうのにどれぐらいかかったんですか。これで大体、まあ1年ほどかかって、うん、ちょうど昨年のコロナの真っ只中、まあ、今もそうなんですけども、うん、その時にその音響のお仕事されてる方、ちょっとお仕事が少なくなってた時期やって、うん、でその方非常にお忙しかったんですけど、ちょうど今やったら時間あるよということで、このスピーカー、このイギリスのファンクション1っていう、うん、メーカーのスピ
って今使ってるんですけど、そのファンクションマンジャパンの東さんという方がいらっしゃいまして、うん、でその方と一緒に木を切ったりいろんなことこの網を張ったりとか縫ったりとか全て、はい、口から、まさに 手作りで、はい、だもう僕はもうそれをお手伝いさせてもらうっていうぐらいで、まあ、ほとんどその東さんという方に作っていただいたので、うん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 、いや今日は実演みたいなことしていただけるんですか、ね、はい、じゃあ実際にね、はい、なんか どういう音がするのかというところが、はい、興味がありますので、ではちょっとシャラさんお願いします。はい、お願いしました。まあ、今日この078ニュースというあのためにちょっと音をちゃんとあ作ってきてくれたんですね、はい、著作権的な問題があるということでしたので、うんうん、はい、僕が作った曲、あすごいシャラさんが作った曲、はい、すごいすげえ、はい、であのもちろんこのように、あキュ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 やキュキュキュ DJ や DJ、うん、することもできます。はいはいはい、はい、で、まあ、そのディスコとかクラブで基本的に使われている製品、今はもうパイオニアっていうメーカーさんの機材が日本だけじゃなくて、うん、結構世界中でもスタンダードで使われてるんですけども、はい、その機材と、まあ、ほぼ同等の機能が入っている、うんうん、あの機材を使っているので、まあ、DJ されている方でしたらあのスムーズにあのこれを使ってプレイしていただくことができると思いますので、あ、まあ、そういう意味も兼ねて、まあ、この機材にしているっていう、なるほど、なっています。いろんな、はい、いろんなその有名 DJ の方がパッと来てやろうと思えばできるってことですね、はい、あできると思います、はい、やってみたい。ぜひ。見てみたいですね。大橋さん、DJ 希望。いやなんかモテそうっすね。かっこいいですはい。でもモテるでしょう。どうですか、多分じゃあ音聞いてみていかがですか。すごい音質いいですよね。ね、なんかこう響いてる感じがちゃんとして。すごいな。これでも低音聞かせられるんですか。はい、その、うん、ここですね。そうですね、下の部分から、低音が、あ、ここね、そうか、こっち、はい、このスピーカーからだけじゃなく、あ、そうです。低音ウーハー、はい、サブウーハーの中に入っているのが、これが、まあ、一番の特徴かなというふうに、はい、考えています。なんかあのその、なんとかコンパクトにまとまっているのは分かって、自転車で運べるのもすごいんですけど、なんか、はい、これはすごいっていうのはどこがこのシステムはすごいですか、うん、このシステムの中の特徴は、うんうん、あの 2.1 チャンネルっていう、はい、あのタイプで音を鳴らしてるんですけども、うん、この上のスピーカーから、まあ、中音域とその高い音域、高音域を出していて、でこの下の網が張っているところから、うん、その低音、まあ、125Hz とか下のその 60Hz とかそういったところを出してるんですね、うん、であのやっぱり非常に大きな音を出した時にこの耳よりも高い位置にスピーカーを設置してるので、うんうん、痛くないって言いますか、うるさくない、あ確かに、なるほど、仮に子供さんとかがバーッと前に寄ってきても、うんうん、あの低音ってそんなに耳を圧迫するような音ではないので、まあ、安全な、うん、スピーカーシステムっていうのがまず一つ、はいはい、さすが学科長のなんか説明が分かりやすいですよね。分かりやすい、はい、あなるほど。でもう一つの特徴としては、うん、あのバッテリー、ポータブル電源です、ね、うんうん、を使っているのでその電源が非常にクリアなんですよね。例えば家でですね、その冷蔵庫とか、はいはい、エアコンとかたくさん使っている環境の中でそのアンプとかそういったものを使って音を鳴らすとちょっとジジジジジとかノイズが乗ったりすることもあるんですけど、まあ非常にクリーンな電気なのでそういったノイズが乗ることもなく、まあスムーズに音を鳴らすことが、はい、北間ちゃん電気にクリーンとかクリーンじゃないとかあるんですよ。いや初めて知りました、はい、確かにねクリーン野良ライブとかできますよね。
あ、そうですね。野良野良ライブっていうか、はい、そう外に持ってってっていうね。さっとこう行ってね。そうですね。まあ、僕は毎月第3日曜日、第4日曜日の月もあるんですけども、うん、その港の森公園 の、うん、まあ、一番非常に端の方、うん、港の森公園の管理事務所にご連絡させてもらって、うん、はいはいはい、で、まあ、今こういうコロナ禍の中でやっぱり結構ストレスをやっぱり結構抱えてらっしゃる方もたくさん、うん、まあ、僕もそうですし、うんうんうん、でその中でそのまあ音楽でそのストレスを発散できるためにまあ、ボランティアとしてこういうことをさせてもらってもいいでしょうかっていうことを連絡させてもらったら、うん、大丈夫ですっていうことでしたので、うん、ちょっと今活動させていただいてます。そうなんだ、すごい素晴らしい、はい、で、まあ、特徴としましては、うん、まあ、結構その低音がしっかりなるシステムなので、うん、例えばちょっと耳が聞こえにくい方とか、うんうん、そういった方でも音楽を感じてもらうことができるので、うん、はい、で安全に音を楽しめれる、うん、楽しめるように、まあ、こういった設計ですねをさせてもらっています。はあ、すごい、はい、なんかいろんなこう考えがあって、はい、ここにそれが詰め込まれてる感じがしますよね、大橋さんね。うん、うん、これ移動できるっていうのとは別にやっぱこの小スペースっていうのがね、素晴らしいですよね。ちょっとした場所があればもうできるっていうね、うんうん、ちなみに高い？結構結構いいお値段します。いいお値段するってしょうね、はい、はい、まあ、このセットで、まあ、だいたい軽自動車は買えるぐらいはかかってます、はい、このサウンドシステム全体で、はい、新車の軽自動車は買えるんではないかと思います。でしょうねと思います。なんか双葉ちゃんほら大学の学園祭とかの買ってほしい感ないですか？確かにそうですよね、ぜひ運転していただいて。なんか、ね、このスピーカー、まあ、音質もすごい綺麗で大きく音も流せるんです、うん、結構広範囲で聞こえるんですか？広範囲で、うん、はい、再生できるように設計してます。まあ、大体100人ぐらいは全然。あ、じゃあ学祭とかでもね、学園祭とかでも全然広場とかでね、はい、ということで、で今後は、はい、まあね、今ボランティアでその、はい、街に音楽、公園に音楽をとかされているということなんですが、今後の計画とか、はい、あるいはさらなる開発とかも考えてらっしゃるんですか？そうですね、まあ、今後の計画としましては、うん、まあ、今三宮の北側ですね、三北アモール広場、あ、そうですね、うんうんうん、まあ、もしこのシステムでその市民の皆さんに楽しんでいただけるのであればぜひご協力させていただきたいとは思ってます。なるほど、はい、あとはですね、ぜひいろんな方にも作っていただきたいと言いますか、うん、なんかいっぱいなんかあったら楽しいなと、あ、ね、これ見てなるほどと思われたら、そうですね、ね、ポータブル電源でなんか作ってみようとかいいですよね、はい、そうですね、うん、なんか僕はこの音響のシステムを作ったんですけど、例えば照明のシステム作られたりとか、なんかプロジェクター載せてみましたっていう方もしいらっしゃったら、なんかみんなで集まってなんか一個のイベントとかもできるかなと。面白い。そうです、みんな自転車でじゃあこれ持っていくわ、私これ持っていくわって言って集まって、うん、そこになんか、はい、ね、これ貸し出しとかはしてるんですか？ぜひ今後そういう風にやっていきたいなとは思ってます。そういうなんかレンタルサービスもできれば、うんうんうん、はい、考えてますので、また、いや、はい、神戸に上質の音というのはね、音の粒感が聞こえるっていうのはこちらの神戸電子専門学校の福岡校長がもう口癖のようにもう私何万回も聞きましたけれどもね、はい、やっぱ上質の音がある、まあ、神戸の街というの、それをこのね、自転車牽引型サウンドシステムが実現してくれそうだなと。なんかいろんなシーンが思い浮かびますよね。いやね、はい、本当にぜひぜひ、聞きに、私もね、そのどっか公園でやってる時に聞きに行きたいなというふうに思います。はい、はい、今日はありがとうございました。日本初の自転車牽引型のサウンドシステムということで、神戸電子専門学校、吉原達夫さんにお越しいただきました。ありがとうございました。以上、今日の特集でした。お送りしてきました078ニュースですけれども、今日はこの特集でね、
自転車牽引型のサウンドシステムということでご紹介しましたけれども、ちょっとふたばちゃんどうでしたか？いやなんかこういうふうに簡単に運べるようになって音楽の可能性がすごい広がるなって感じました、うんね、音楽の場がこういろんなところでできそうですもんね、うん、大橋さんいかがですか？なんか売ってほしいですよね販売してほしいですねあ、それはいずれそうなることもあるかもしれないですよね。今後まだ、はい、検討させていただきたいと思います、はい、そう全国にね、こういうの出てくると、楽しいですよ ね、そう、いろんなところに行ってちょっとなんかね、ほんまに今の紙芝居というか、紙芝居屋さんってほら自転車でこれ箱引いてたじゃないですか、箱持って行ってたけど、それのこうなんていうかテクノロジーを駆使した音楽、上質な音楽ということで、はい、これからも期待しております。ありがとうございます。はい、はい、いやちょっとほんまに踊りに行こうか今度。あ、そうですね、一緒に行きます。の前でね、こうやってこう一番前で練習しときますはい、ありがとうございました。ではでは078ニュース、今回はここまでです。